県有高騰を受け政府はレギュラーガソリンの価格が一定の水準を超えた場合に石油元売り会社に補助金を出す方針を固めました政府は新たな対策として石油元売り会社に1リットルあたり5円を上限に補助金を出す方針です補助金の基準としてはレギュラーガソリン全国平均価格が1リットルあたり170円を超えた場合を想定しています 石油元売り会社が原油の上昇分を卸価格に反映するのを抑制しガソリンスタンドなどが小売価格をさらに値上げする動きを抑えようとする狙いです。